はい、どうもホワイトタイガーです。今回はですね、こちらの車両はですね、スズキのジムニー車両型式 JB23 という車両になっています。以前に、天井にですね、断熱シート、まあレジャーシートなんですけれども、それを貼ってですね、室内の断熱を試みたといった車両になってきます。で、まあ断熱つなぐにはなってくるんですけれども、今回ですね、こちらのリアのサイドガラス、まあ、クォーターガラスっていうのかな、はい、それとリアのドアガラスですね、はい、こちらにですね、フィルムをちょっと貼っていこうかなと思います。で、フィルムなんですけれども、まあ、あの量販店さんですね、まあ、オートバックスさんだったりイエローハットさんとかに行けばですね、こういった、まあ、例えば2メートルの2メートルとか 1.5 メートルの2メートルとか、そういった形でですね、フィルムが売られております。はい、で、色の濃さもですね、まあ、いろいろとあるんですけれども、それを買ってきてですね、まあ、この型枠にペダーンと貼って、でこう寸法を測ってちょく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 いいと切っていって、まあ、それを使うというのもいいんですけれども、実はですね、もう今カット済みというものがですね、もうヤフオクだったりメルカリだったり、あとはアマゾンとかですね、そういったところでですね、もう出ております。もうカットされたものがもう車種別であります。このジムニーに限らずですね。で、色の濃さもいろいろあるんですよ。なのでカット済みのやつを買ってきた方がもうあと貼り付けるだけなのですごく楽なんですよね。はい、それではですね、早速貼っていこうと思うんですけれども、この JB23 のジムニーはですね、リアのガラス、サイドガラスはですね、はめ殺しになっております。なのでこの状態でペターっと貼っていきます。で、リアのガラスですね、はゴムのパッキンでですね、取り付けられています。なのでこのゴムのパッキンを外せばですね、リアのガラスっていうのは外れてくるんですよね。で、後ろはですね、片枠1枚で来るんですけれども、僕が今回買ったやつはですね、リアのガラスは2分割のものが来ます。なのでまあ外した方が貼りやすいかなと思って、僕は今回外します。ただこのまんまでも十分貼れますので、別にリアガラス外したくないなっていう方はですね、別に外さなくても結構だと思います。はい、それではですね、サイドのガラス2枚とリアのドアガラス1枚、フィルム貼っていこうと思います。はい、それではですね、リアのガラス外していきたいなと思います。まずはですね、こちらに、熱線の端子がついておりますので、この熱線の端子のカプラを外していきます。で、右側はですね、すんなり外れてくれたんですけれども、左側がですね、なんと、はい、端子ごとですね、取れてしまいました。ここはちょっと考えます。はい、それではですね、一応ですね、ガラスが落ちないように、養生テープ、貼っ付けております。で、まあ、2人でするのがですね、作業するのが一番いいと思います。はい、ガラスが落ちてパリンとなっちゃうとですね、まあ、どんこにかんので、で今からですね、このガラスをですね、向こう側外側に押し込みながら、この下のゴムですね、ここからですね、向こう側にどん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 押していくような形になります。で、まあ、ここの縁、右と左のですね、大体3分の1ぐらいかな、はい、大体3分の1ぐらいまでぐーっと押し込んでいけば、あとはこの窓ガラスがズゴッと外れてくると思います。はい、ゴムをですね、向こう側に押し込みました。今もうこう浮いてます。向こう側が見える感じですね。はい、外側はこんな感じです。もう外れてきますね。はい、窓ガラスを押し込んでいきましょう。はい、無事にですね、リアのガラス外すことができました。まあ、下側のですね、まあ、ゴムを外してしまえば、あとはぐーっと押し込んでいけばですね、結構簡単に外れてきます。まあ、こういったところですね、まあ、板金しないといけなかったんで、まあ、どっちにしですね、窓ガラスは外さないといけなかったんで、まあ、よしとしましょう。はい、なんとかですね、リアガラス外れました。今からですね、この縁についているゴムをですね、外していって、ここにですね、フィルムを貼っていきたいなと思います。はい、それではです
ですね、フィルムを貼っていくんですけれども、その前に、このガラスの表面をですね、きれいきれいにしていこうと思います。で、きれいにするのは何でもいいんですけれども、この後使うですね、フィルム貼りに使う、溶剤があります。市販でですね、売っているスプレーのりっていうのもあるんですけれども、自分でですね、自作することもできます。はい、それがこれです。これはですね、水 500ml にですね、中性洗剤を数滴混ぜたものになってきます。はい、僕はですね、中性洗剤5滴6滴ぐらいかな入れております。それ以上入れてもいいんですけれども、あまり入れるとですね良くないのかな、わかりませんけれども、はい、これをですね、霧吹きの中に入れて霧吹いていくといった形になってきます。で、これ表面に、霧吹いてですね、きれいにするのはもちろんなんですけれども、フィルムを貼るときにですね、フィルムがすぐこうペタッとひっついちゃうんですよね。そうするとうまく貼れませんので、霧吹きをですね、シャ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 と吹いて、なるだけですね、こうやって滑らかせて位置決めをして、そしてエアを抜いていくという形になってきます。はい、それではですね、表面十分に、濡らしていきたいなと思います。あ、そんなに汚れてないですね。きれいきれい。それではですね、2分割に確かなってたと思いますんで、下側の方からですね、貼っていきたいなと思います。今回はですね、カット済みのやつを買いました。で、ジムニーにはですね、ここ僕が持ったですね、電線の端子がありますんで、ここを切り抜かないといけないんですけれども、これはですね、親切に切り抜いているやつですね。はい、こちらを購入しました。はい、それではですね、これを取り付けていきたいなと思います。あ、ではではでは、せっかくですね、うちの社長がまだ、帰っていませんので、ちょっと社長の手を借りてですね、貼っていきたいなと思います。あ、そこ違う、もうちょっとこう内側にカット場入れればいい。ここ少しね、今のうちじゃないと。そうやな、ちょっとカットするか。はい、エアがですね、どうしても気になるっていう方は、ヒートガンとかドライヤーを使って、エアを抜いていくとですね、綺麗にエアが入りにくいかなと思います。それではですね、今度上、貼っていきましょう。はい、今のドアガラスですね、貼り付け終わりました。ちょっと2分割だったのでですね、時間ちょっとかかっちゃったんですけれども、まあ綺麗に貼れたと思います。このぐらいのですね、気泡だと、あ、多分、消えてなくなるんじゃないかなと思います。ちょっとですね、切り込みのところ、これがちょっと何のためにカット済みのものを買ったのかちょっとわからないよっていう話になってくると思うんですけども、まあとりあえずうまくいったかなと思います。はい、それではですね、今度はクォーターの方ですね、リアのサイドガラス、こちらの方を貼り付けていきたいと思います。
はい、左のですねフィルム貼れました。一箇所どこかな、あこっち側はよくわからないかなちょっと窓ガラスが汚れてるんですけれども、こっちは比較的うまく貼れた。でも内側から見るとここにシワが一箇所ですね。見えるかな、これこれね、見えない。ここに焦点を当てると、はぁ、見えた見えた。これにシワがですね一つ入ってます。そんなにわからないかな、うん。なので、左の方がうまく貼れたかな。どちらかというとこっちがやっぱりここがねちょっと大きめのシワが寄ってしまいました。まあ無事に貼れたんでいいと思います。自分の車なんでこれで妥協したいと思います。はい、なんとかですね取り付けることができました。実はこのバックドアはですね、使いません。ここにですね、1つ2つ3つと板金しないといけないところがありまして、日吉曰くですねここ叩いていくともしかしたら穴がほげちゃうかもしれないので、まあ程度のいいやつをですねちょっと探してきて、それをですね塗った方がいいんじゃないですかということでしたので、このバックドアはですね、もう使いません。はい、どうでしょう、こんな感じで、後ろ両サイドのクォーターのガラスですね、それとバックドアのガラス取り付けることができました。はい、いかがだったでしょうか。無事にですねバックドアのガラス、それからですねクォーターのガラスに、フィルムを貼ることができました。まあバックドアのガラスはですねガラスを外して貼り付けましたので比較的綺麗に貼れているんですけれども、クォーターのガラスはですねちょっとシワとか、気泡が入ってしまってですねちょっと不本意ではあります。実際のところですね、僕のやり方が、まずかったかもしれないんですけれども、ちょっとですね後々もう一回ちょっと再チャレンジしようかなと思っております。で今回はですね、市販のものですね、Amazon さんからカッティング済みというものをですね、注文して貼り付けました。カットする、手間も暇もないので、そっちの方がですね全体的に楽は楽です。ただしサイズがですね微妙に合わなかったりします。今回のやつもですね下側クォーターのガラスの下側が少しうっすら見えていたり、バックドアガラスの方ですねここら辺に少し、向こうが見えたりする、もうわずかなんですけどですね、そういった、サイズが違うっていうのが、若干ありがちかなと思います。もうちょっとですね金額高いやつとかですね品質がいいものを選べばですねこういったところが解消されるのかなとは思いますので、カッティング済みのですねものを注文される場合はよく評価とかですね、そこの会社がどんな会社なのかというのをですねちょっと調べてですね、注文された方がいいかもしれません。はい、今回はですね、スズキのジムニー JB23 の3型ですね、こちらのバックドアガラス、それからクォーターのガラスに、フィルムを貼り付けてみました。ありがとうございました。